方が閉まんないのを見てたんですね。今回も同じです。はい、はい、いいですね。おはようございます。おはようございます。本日は大勢の方のご出席をいただき誠にありがとうございます。帝国になりましたので、ただいまより第37回南畑ふるさと祭りの開会式を始めさせていただきます。本日の司会進行を担当させていただきます、私南畑公民館利用者の会の事務局長を仰せ使っております山口と申します。不慣れなために行き届かない点、あるいは失礼な点がただただあるかと思いますが、これも4年ぶりのふるさと祭りということでお許しを願えれば幸いと思います。それでは開式にあたりまして、主催者を代表いたしまして、南畑公民館利用者の会会長高野俊之より皆様方にご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。南畑利用者の会の会長の高野と申します。私が会長に就任した時コロナが発生しまして、それまでのお祭りがパタッと消えてですね、毎年どうしようかどうしようかというような考えでやってきました。ただですね、やはり木の芝居ということになりますとね、今年はですね必ずやるというね、何があってもやろうというふうに、私自身に言っておりましてですね、今回頑張ってくれたことということをすることができました。ただですね、今までの形態と違いまして、いろんな面でですね、地域の皆様、各町会、それから門一店、部部会、その他の方からですね、逆に言えば若干のですね、助成金をいただきました。今まではそれはありませんでした。今後ですね、いろいろな形で、お祭りを続けていくにはですね、やっぱり、自分たちで自分たちのお祭りを作り上げていくというその姿勢でいかないとですね、なかなかですね、代が変わって続けるというのは非常に難しくなるかなというふうに思ってます。で、南畑もですね、かなり住人の方が増えてきまして、小学校のクラスもですね増える状況にあります。ただその中でですね、やはり旧住民という、世間で言います旧住民とですね、新しい人たちのコミュニケーションの場を取るためにはですね、やはり、お祭りをするのはどうしても一番だなというふうに思っております。ただ私たちは老いていきますので、若い人に続けるためにですね、どの方法を続けたらいいかということで、今回いろんな面で、2日でやることを1日でやる、それからですね、皆さんから助成金をいただくというようなことですね、不平不満もあるかと思いますけど、
今後のですね、お祭りナンバーワンで続けるためにですね、今回この決定をさせていただきました。これについてはですね、地元の方、の役員の方、相当苦労させていただきました。それでですね、今日この場になりましたので、このお祭りは、皆さんのお祭りです。私はですね、ちょっと皆さんをお手伝いしたというのです。皆さんのお祭りなんでですね、ぜひ今日はですね、楽しんでいただければというふうに思っています。本日はどうも皆さんありがとうございました。続きまして、本日公私ともどもお忙しい中、多数のご来賓の方の出席をいただきまして、ご来賓の代表として、富士見市長越野光弘様に、代表してご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくどうぞお願いいたします。皆さんおはようございます。第37回の南畑公民館ふるさと祭り開催、誠におめでとうございます。ただいま公民館利用者の会会長、そして実行委員長の高野会長さんからお話がありました通り、4年ぶりの開催ということでございます。まさに令和2年のあの2月3月からコロナが我々の生活を脅かし、さらには健康を守る、さまざまなことの変化を、行動変容を求められたわけでございます。本当に市民の皆様には大変なご苦労をいただいたところでございます。本当に心から御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。そしてこの地域の要であります南畑公民館、またただいま演奏で控えております南畑小学校、そして東中学校、こうした地域の拠点であります様々な機関がこうして元気に今日の日を迎えられたこと、そして市民の皆様がこれだけ多くお集まりいただけたということは大変喜ばしいことでございます。明日月曜日からはマスクについては個人のご判断でということでございますが、市役所におきましては窓口など市民の皆様と顔を合わせる場所につきましてはまだマスクを推奨させていただく、こういう判断をいたしております。またこれまで規制をかけておりましたさまざまな公民館やキラリなどこうしたものの制限も撤廃をいたしました。これからはこのコロナの間ずっと我慢いただいたものを少しずつこう発散していただいて、地域をお作りいただく、ご家族をそして楽しく笑顔でお暮らしいただけるよう、そうした富士見市にしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。そのスタートとして春、この良き日に祭りが開催できましたことは大変象徴的なことだと思っております。本当に心からお祝い申し上げたいと思います。最後に一つだけ PR をしております。富士見市政50周年、これにつきましても大変ありがとうございました。現在55の事業のうち、あと残りましたのは2つになりました。1つは記念植樹と、そして3月の21日のクラフトビアフェスタでございます。これはお子さんも大丈夫ですから、飲める方だけ来てくださいという小さい根性はないようでございますので、ぜひ皆さんにおいでいただいて、大人はビールが飲める方はビールを楽しむ、お食事も市内の料理店さんなどから、またはキッチンカーも出てまいります。そして楽しいイベントもこの中にたくさん散りばめておりますので、どうぞ大勢の皆さんでキラリへお越しをいただきたいと思います。心からお待ちをいたしております。それではこのお祭りが成功裏に、そして大勢の皆さんに楽しんでいただけるお祭りでありますことをご記念申し上げてご挨拶といたします。おめでとうございます。はい、ありがとうございました。本来であるならば、来賓の皆様お一人お一人にご挨拶をいただきたいところですが、時間の関係もありまして、お名前のみ紹介をさせていただきます。富士見市市議会議長斉藤孝博様、富士見市教育委員会教育長山口武様、
埼玉県県議会議員矢子智弘様。どうも。富士見市市議会議員宮尾亮様。つぶて公民館利用者の会連合会長小市浩二様。水谷公民館企画運営委員長委員会会長鈴木光雄様。水谷東安全まちづくり協議会会長清水稔様。以上の皆様でございます。それでは次、町会関係をお願いいたします。皆さんこんにちは。ふるさと祭りおめでとうございます。今日の祭りに南畑第一町会から第五町会までの政府町会長さん全てが参加をしておりますので、ぜひ皆さんに名前と顔を覚えていただきたいと思いますので、私の方からご紹介をさせていただきたいと思います。まず私第一町会の町会長吉野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。続きまして南畑第一町会の副町会長荒井俊和副町会長さん。続いて第二町会の町会長安藤慶一郎町会長。続いて同じく第二町会の副町会長田中和夫副町会長。続いて第三町会の町会長木村久志町会長。第三町会の副町会長中正美副町会長。第4町会長の長堀弘明町会長。同じく第4町会の副町会長の渡井一作副町会長。第5町会の町会長桶田修平町会長。最後に第5町会の副町会長の吉原正則副町会長。以上です。これからもですね、富士見市と、町会のですね、橋渡しをさせていただきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。開会式にお集まり、いただいた皆様、大変ありがとうございました。これで、開会式は終了いたします。また続きまして、南畑小学校古典地帯、東中吹奏楽部のオープニングに飾った古典、あるいは演奏会を行いますので、どうぞよろしくどうぞお願いをいたします。はい、解散です。はい、それでは南畑小学校の古典隊の皆さん、よろしくお願いをいたします。南畑小古典です。今日は南畑小の古典校歌とミッキーマウスマーチを演奏します。聴いてください。
生徒会内部とお願いします。生徒会内部と、生徒会内部、はい、ありがとうございました。また大きな拍手でもう一度お願いいたします。はい、続きまして東中吹奏楽の方、よろしくどうぞお願いをいたします。皆さん、こんにちは。東中学校吹奏楽部です。久しぶりにふるさと祭りに参加できて嬉しいです。楽しんでもらえるように頑張ります。本日は2022年のヒット曲をメドレーにした J ベスト2022マツケンサンバ2情熱大陸の3曲を演奏します。どうぞお聴きください。
Thank you.
さんいかがでしたか。はい、大きな拍手で、はい、いただきありがとうございます。それでは、
もう全部これ。怖い。